取れてる。はい、キワヤですね、今日湯浅くんです。湯浅くん簡単です。湯浅くん頑張ってる頑張ってる、あのキワヤさんの頑張ってる営業マンです。何を言いますか。これ今日あの営業してしに来てくれたんですけど、いいやつが出来上がったっていうことで、あの何これ、アイデア商品、スペックがアイデア商品だよ、ね、まあまあまあそうですね。トップがグレードが高いハワイアンコアを使って、サイドバックね、サイドバックが少しこう材のグレードが落ちているものをあの使ってるんですよね。だから結果的に表からはすごい木目が入ってるんだけど、少しここの部分で価格の部分を抑えて、まあ演奏中心的な、価格設定にして、すごいあのうちでも売れている商品なんですよ。でこれまた次できたらあのぜひ選ばしてねっていうことで、いろいろ持ってきてもらって、たくさんいろんな木目あるんですね、やっぱり看板のものなんで。ただこういう中でももちろん音の趣向は全てやっぱ同じラインの音を取ってるんで、さすがだなと思うんだけど、その中でもね、僕の好みの一本が、そちらじゃないんですよ、これだったこれがなんか一番丸いんだけど、音が軽やかに軽く弾くだけで前に飛んでる印象がしたんで、これ仕入れます、はいはい、っていう風に選んで、やっぱり一本一本魂込めて販売してあげないとですね、いい接客ができないということで、コンサートはこれ、これが KPC の 1KHG、はい、HG は何、ハイグレードです、ハイグレード、はい、これあれだよね、あっちじゃないです、ね、あっちじゃないです、はいはい、でもう一本なかなかねテナーないんですよ。テナーがない中で、選ばせてもらった、今回3本上がったんですよね。3本上がった先ほどの、KP シリーズですよね、はい、KPC のシリーズの、あ KP シリーズのこれがテナーだから KPT になるわけですよね。 KPT、 これも1本選んだ商品のうちの一つ。僕のテナー久々に選べたなっていうで、人気商品なんでしょ、はい、ね、そうです、人気、ね、なのでなかなかね選べないんですけど、ありがたいことに来ていただいて選ばせていただきましたということで、こいつ、それともう一発が出ました。すごいですよね、これ月100本ぐらい作ってるんですよ、月100本もて、そのグレードはすごいマスターグレードですよね、これ、はい、こういう木目は結構愛される木目なんですね、うん、でバインディングも全部、アバロンパール貝を散りばめて、作った、ん、まあ、アバロンとメイプル、アバロンと、あ、サイドがね、ドがここがメイプルのバインディングで、中の装飾がアバロンパール、貝ですね、アワビです、はい、みんな好きな人も多いと思うんですけど、アワビで結構テナーだけどとっても軽いで、サイドまでこちらは、全てマスターグレードのサイドバックですね、ものを使って作った1本ということでよろしいでしょうか、はい、はい、でこれももちろん1本しかないんですけど、じっくり弾いて、音問題ないか、価格に対しての品質はどうかっていうのをチェックして OK なものを、仕入れさせていただきますということで、こちらはすごい良かったので、すぐ販売したいと思いますので、今日こんな感じで、はい、仕入れの方をさせていただきますので、はい、こういう今時ですね、インターネット栄えてるんですけど、やっぱりこう目とね、耳で実際弾いてこう触った感触とかもとっても大事な要素なんですよ。これがうちのまあ売りの一つの秘訣ということで、まあ、分かっていただいている業者さんはこうやって来ていただけるということで、貴重なお時間を、もらってですね、この辺を仕入れさせていただきましたということで、早速アップ後ほどしますのでお楽しみにしてくださいということで、タンタンでした、バイバイ分かってるんだよね